はい、こんにちは、キャットグルーマー協会です。今日はノルウェージャンフォレストキャットのキリくんです。こんにちは。ウサギじゃありません。はい、キリくんなんですけれども、5歳でね、去勢手術もしてね、すごくね健康的な猫なんですけれどもね、なんとなんとね、お母さんお父さんと一緒に今日来てくれたんですけど、普段からね爪切ってあげようって言ってもいやーとかって言って逃げて、そして毛とかしてあげようって言ってもいやーって言って逃げて、そしてね爪伸び放題でね、毛玉すっごいね石のような毛玉作っちゃいましたね。これを今日取っていくわけなんですけれどもね、やっていきましょう。まず毛玉なんですけども、見てみてください。この毛玉わかりますかね。これ石の毛玉なんですけどね、見えますか。これ肌が引っ張ってるの、相当ねもうマンネリになってるから痛がってはいません、今のところね。でもねこうやってほら、これ肌なんですよ。ピーンって引っ張られてますね。そしてここですね、ここもすごく引っ張られているの分かりますかね。もうかなりね痛くて、僕ちん動くの嫌だよもんとかっていうぐらいね、なってますね。こういった太ももの付け根、この脇腹の皮膚がよく動くとこですね。すごくね猫ちゃんね肌が伸びるんでね、もう今は今じっとしてたら痛くない状態です。でも動くのが多分痛くて、こう動きが緩慢になるんですよね。一番硬いのはこれかなと思います。これへこみませんね、毛玉も転がしたらカラン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 っていう感じですよ。こんなんにねなるんですよ。飼い主さんが怠慢なわけではないんですよ。だってキャットグルーマー協会に連れてきてくれるもんな。本当にね美容院連れてきてくれるからね、本当にね素晴らしい飼い主さんだけどね、この人がねまたねさせないんですよな。それでね、普通なんですけどこういう脇のところとかね、喉のところとかに毛玉ってねなりやすいんですよ。それがねお手入れができてないとですね、お手入れができてないともう全身マットのような毛玉になるんですね。でもこの人ここだけっていうのは多分ね毛をね買ったらわかると思うんですけど、ここの部分だけめちゃめちゃオイリーだと思うんですよ。その子その子によって違うんですよね。それで今日ねこの毛玉をね取るんですけど、わあ残念なことにもうフケまみれになってました。肌荒れしてますね。見えますかね、これフケまみれですね。通気がね悪いからね、毛玉になってる部分だけねフケが出ますね。見えますかね。ね、これね、フケ、フケですね。もうね、ここまでね、毛玉大きい、痛そうな毛玉になったらね、お家でやらない方がベターです。で、今日のアドバイスはトリマーさんへ。トリマーさん、これね、ベタベタにくっついてる毛玉なんですけど、逆張りしないでくださいね。なぜならね、逆張りするとね、ここだけ薄くなってな、かわいそうなことになるのでね、できるだけ順刈りでお願いします。そして、毛玉は毛玉をすくい取るようにしましょう。結構歯がみちみちギリギリなんでね、怖かったらこういうところだけは1ミリで、結構猫ちゃんがここ舐めてしまう場所なんでね、頑張ってね、2ミリでしてますからね。じゃあそろそろよしよし舞台お願いします。うちのよしよし舞台は世界一平和で、あのね、あなたね、よしよし舞台になんとね、今日はね、講師の方がついてくれてるというね、まあ大変ね、
ゴージャスな。よし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 、イカちゃん、イカちゃん、イカちゃん。ここも肌が引きつれてるのでね、よーく見てくださいよ。痛いな、これな。カンカンっていいのね。カンカン。肌をね、引っ張りましょう。あ、取れた。あ、もうちょっとここも。あら、硬い。もうかわいそうにね、ふけまみれになってましたね。こんな感じですね。はい、はい、もう痛いことしーひん。これでガチガチ終わった。終わった。あとはこういう浮いた毛玉やからね。うんうん。尻尾が。あ、ブルブル。うん、ブラシしたことないの？大丈夫やで。これ残そうか。この長いのね。これ残して、そしてサマーカットしようかな。オッケー。はい、じゃあ3で。ちょうどここから行こうか。はい。こうね、かわいいね。この辺は本当に綺麗にね、してもらってるよね。かわいくしてあげるよ。うん、このままお利口さんにしてくれてるといいな。うん。やられた。今日はさっきもチンチラちゃんね、チンチラペルシャちゃん来てくれた、同じようなことになって来てくれたんですけど、全然ちっちゃかって、やりやすかってね、うん、この人もね、お利口さんでね、おとなしいんだけどね、でかいでかい褒め言葉やで、ノルウェーじゃん、でっかいな。はい、かじる、かじるかじったすごい筋肉ここね、盛り上がってるもんね、マッチョだね。蹴られたら痛いだろうな。それでノルウェージャンにはたまにね、肉球から爪だけ出てるちょっと足しっぽい子もいるんですよね。なのでね、バリカンの時ちょっと気をつけてみましょうね。それで、その肉球から出てる爪、伸びるんだよね。なのでね、一緒にね、爪切りの時に切ってあげてもらったらね、別にね、何の問題もないんですよ。こうやってね、手首曲げて、この曲げたところまで、で、測ってます。そうするとね、じっとしてくれなくてもね。ねえ、有川さんだね。かしこ。じゃあ、ライオンみたい、かわいい。ねえ、かわいい。ねえ、かわいい。ふさふさ、ここふさふさで。ねえ、かわいい。うん、え、白だけ残すいやいや、あった方がいいかわいい。うわー、 あらまあなた、これは隠して待ちたね。うん、大変なことになっているな。もうちょっと切っとこうか、う
えらいことになってんな。あ、結構先まで。えらいことになってるところまで切っとこうかね。うん、そしたら拭けるもんね。うん、そうですね。よし、あ、いい感じ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 。そのままちょっとだけ立っとって、立っとって、立っとって。よいしょ。あかんの。あかんの。かわいい。はい、今ね、私たちの布袋なんですけど、お手手こうやって乗っかってて、お顔を一緒に支えているだけ。そしてこっち側の私の左手はお腹の下にあるだけ、ね、たったこんだけでめちゃめちゃ有川さん、猫ちゃんがステイできます。ステイ。こうやってね、やりたいお手手がじっとしてもらえるようにね、あの上手にサポートするとね、やってる人めちゃめちゃ早いな。はい、補手が一番ね。猫ちゃんの美容は補手が一番。こうやってね、あの猫ぎゅうぎゅう押さえなくても全然ね、楽ちんにね補手できるし、猫ちゃんも楽ちんなんですよ。どうぞね、あのいろんなところ、動物病院、あのトリミングサロンでね、真似してくださいね。でね、こうやって一旦きれいにリセットするでしょ。その後の飼い主さんたら本当に上手になるんだよね。あと楽だから、うん、やりやすいからね、すごい習ってくれてね。例えばちょっとぐらい毛玉できたってね、ここまでひどくない、来ないもん ね。まあ犬も猫も1年に1回恐ろしいことになってくる人もまあいるっちゃいるけどね。そうそうね、あのどうぞね、習いに来てください。一般の愛病コースもありますし、あの子宮のライセンスはシャンプードライングまでのね、カットのないコースでね、しっかりね教えて差し上げれますので、あのいらっしゃってくださいね。ちなみにこの間書き込みで、関東だったら行くのにいうね、書いてくださってる方いたんですけど、東京です、新宿です、ど真ん中です。ぜひいらしてください。アクセスよしです。みーちゃん先生の動画だよ。あら、いります。でっかいよっかい、ふった、はいはい、かちゃんね、あふらあふらあふら、よしよし、はい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 、はいはい、そうですか。あ、どうしたの、嫌なの、嫌なの、うん、あかん、きちんとなってきた、うん、上手やな、あかんの、そうなん、うん、いや、ちょっと汚いところだけさーって洗おうな。やっかい、シュッと、はい、こっち来て、はい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 、どうも。キキ君、ここどうぞって、はい、どうぞ。はい、イカちゃんね、ここのな、油いっぱいのとこだけ洗っとこ、うん、やっかい、シュッと。ねえ、あっちね、はい、チョコだ、チョコ、こっち、はい、チッパだけ、かわいい、大丈夫、大丈夫やろ、なあ、ここのな、ふけふけさんになってたとこだけな、すっきりして帰ろう。すごい、一本足だけで立ってる、めっちゃすごいな。わーい、はい、わーい、やっぱりここの毛玉になる部分がすごいオイリーよ。こんなに毛なくったってビトビトしてるの。ここだけもう一回部分洗いして、あ、キレキレになったよ、うん、賢いな。
やっぱりこういう大型の猫っていいな、飛ばへんから飛ばれへんから急にはまあ、うん、ぎゅうぎゅう押してくるけどさ、飛ばへんやん、ね、はいはい、最後最後、お尻だけ、お尻だけ、はいはい、いくちゃんいくちゃん、はい、もう終わりました、あとリンスだけです。はい、離して、リンス作って、うん、ちょびっとです、毛ないからね。はい、どうもお尻どうぞ。わあ、すいません、二人がかりやもんな。はい、もう終わったよ。はい、たちたちち。はい、ちょっと吸いタオルください。帰っていいか。よくしょー、終わったいわ。あ、手出てもうた。手出てもうた。いく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 。お道具はこちらで売ってまーす。よし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 。はい。逃げたカレイちゃん出そう。今日はね、キャットグルーマー協会はね、このお部屋でね、お教室と、そしてね、美容どうしても必要だった猫ちゃんのね、やってる日なんですよ。そしてね、カレイちゃん今日はモデルにね、来たんですけどね、思い切りね、今ね、出所しました。逃げるって言ってね。うん、気持ちいいね、カカね。うん。キキちゃん、でもここに毛玉あったんよね。なんでこうやってお家でやらせてあげれんの。お父さんとお母さんやっていいで、うーんってしてあげて。そしたら、リキちゃんが楽やから。すっごいね、体格があるからね。大股開きになってる、あたし。なんということでしょう。お家ではめっちゃ強いんかな。なあ、とーとかって蹴飛ばして逃げるんかな、みーちゃん先生なんかな、逃げさせてくれへんな、何もさせてくれないんでしょって言ってたけど、今日は胸のフリルも自然な感じにこうふわーっとライオンキングみたいになしたから、尻尾もこのままナチュラルに置いとこうかな。サラッサラやで、お父さん触ってみ、サラッサラ、本当だね、うん、気持ちいい。この間動画で、あの、実は重労働って書いたんや、お父さんが、そしたら実はじゃないよ、分かってるよってね、書いてくれてた人いたな。ほんまにね、肉体労働者なんですよ私ね。はい、今日はね、キリ君だったんですけれどもね、わあですね、かわいいね、エプロン。そして横はこんな感じ。横はこんな感じ。非常にかっこいいですね、勇敢ですね。はい、こんなにね、美しくなったキリくんでした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。サフサの部分を全部切って。変なマリモみたいな生き物みたい。はい、じゃあね、今、この取れた毛玉ですね。ね、ふけびっちりでしたね。でね、この取れた毛玉なんですけど、裏、こう見たらね、案外、どうもないじゃんみたいな感じでね、思われる方ね、いるみたいなんですけどね。こうね、この毛玉のこの毛ですね、切ってみたんですよ。ね、これね、切ってみたんですよ。そしたらこんなね、ほらね、突き刺さんないんですよ、ほらね、すごいですよね、カッチカチね、ほら
音はしねえな音はしないんですけど、ほら刃先がもう入んないぐらい、ね、恐ろしいね、硬い毛玉なんですよね。どうぞね皆さんね、こうなる前にもうちょっと早くね来てくださったら、猫ちゃんももうちょっと楽かな、お母さんお父さんのお財布も楽かなと思いますのでね、長毛ガイさんね特にね分かってますのでね、こうなることがね分かってますのでね、心配せずにお越しくださいね。こんなんね背負ってたらね重くて痛いのでね、よろしくお願いします。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくね。